ありました。かなり年季の入った外観ですね。タバコ屋さんと銭湯が一緒になってます。北九州市戸畑区にある銭湯泉湯。75歳の木村修司さんと妻由美子さんの2人でタバコ店と銭湯を切り盛りしています。風呂をあの営業許可もって始めたのが確か大正6年のあれ何月だったかな、9月か10月頃か。福岡でも多分そのずっと続いとる持ち主が変わらずに続いとるやったらうちが一番古いかもしれないです。年季の入った体重計に糖のカゴ。修司さんの祖父の手によって106年前に開店されて以来、修司さんの代まで歴史を紡いできました。今また上がり始めてるんですよね。1キロ1000リッターで税を入れたら10万こそやないですかね。今はですね、もうタバコほとんど売れない。タバコもダメ、風呂もダメ。フレーザーもやっていける。燃料代の高騰や修司さん自身の体力の衰え、そして後継者がいないことから今年の8月で閉店することを決めました。おとなしいよね。おとなしい。貴重面だからね。私はどっちかというと雑な。明るくおしゃべりな由美子さんと寡黙で読書好きの修司さん。泣いてなかった。泣いてないじゃん、うん、おしどり夫婦が二人三脚で営んできた老舗銭湯、その最後の日に密着しました。北九州市戸畑の地で106年間にわたって地域の人たちの体を流してきた銭湯泉湯。8月31日、その歴史に幕を下ろす日がやってきました。今さら金かけてももう元取れんし、まあそれやったらもう閉めた方がいいやろって。番頭の木村修司さん、今日も50年以上続けてきたいつものルーティーンで泉湯を開ける準備をします。今日も最後です。もう油の心配せんでいいけ。最終日はあいにくの雨。いつも明るい妻由美子さんも心配そうな表情です。何か来てほしいね。やっぱり最後やけど、ね、で一人か二人やったってこと。それはがっくり来る。私修司さんはお湯がたまるまでのおよそ1時間、湯加減を調整しながらじっと待ちます。由美子さんはそんな修司さんを椅子に腰掛けて見守ります。はい、終わりました。あとはもうお客さん来るだけ。時間は午後4時。雨が降りしきる中、最後の営業が始まりました。待てど暮らせど来ない客。たまらず由美子さんが外に立ち声かけをします。
その時修司さんの親戚が泉湯に立ち寄りました。私たちが小さい時はでも本当ねいつも満員だった。小さい時からここにお風呂があるって言うんだからもう全くなくなるというのはもう寂しい本当に。その後もかつての常連客が商品券や果物を持ち寄り木村さん夫婦をねぎらいます。今日は無料なんでまたうさけサービス最後の大勢の客が来たら体力的にさばききれない。そんな思いから銭湯の無料開放は告知しませんでした。雨も弱まったところ修司さん本を読みながらじっと客を待ちます。あ、こんにちは。はい、はい、どうですか。私今日最後だけ来たんですよ。もう午後がなくなったら小旗がないんですよ。雨が降っても31日までだけ来たいなと思った。何と雨が降っても最後やけこの日初めての客は女性でした。修司さん不意に思いがあふれそうになりました。泣いてなかった。泣いてないじゃん。悲しそうな表情やった。口には出さんけどね。男やけね。口に出しては言わんってことやろね。結婚してからおよそ50年。長年苦楽を共にしてきたからこそ、由美子さんにしか見えない修司さんの気持ちがあります。それ誰にしか映らん。雨が止んだ影響か、その後もポツポツと客がやってきました。近くのボロやアパート、ちっちゃい時から住んでて、それでずっと通ってて、小学校の時からそのままのなんですよ。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。あ、ちょっとゆっくりして落ち着けるのはっていうのが本音。淡々と過ぎていく時間。気づけば辺りは暗くなっていました。あ、すいません。はい、ありがとうございます。じゃあ、失礼します。はい、どうも。最後の客を見送ったのは午後9時半でした。やっとこさすんだと思うだけ。まあよかった。10人以上入ってる。まあ20人近く入ってる。タバコを吸いながらおどけてみせる修司さん。最後はいつものように客がいなくなった風呂で一人汗を流します。
106年間地元の人たちに愛されてきた泉。最後は寡黙な修二さんとおしゃべりな由美子さんの手によってそっと幕が下ろされました。もう時代の流れと言ってしまえばそうなんですけど、やっぱり僕ら行ったことなくてもやっぱりこの廃業は本当に心苦しくて、寂しいですね、日本の文化なんだなということを小倉さん本当に痛感しますね。そうですね、私子供の頃ってほとんどのお家はお風呂がなかったんですよ。だから銭湯にみんな行ってたんですね。で銭湯で湯上がりにミルクコーヒーを飲むのがすっごい楽しみでしたね。そうですよね。だから本当なんか時代、みんなお風呂が、まあ、今お家にありますからね、なんとなく分かる気はするけれども、なんか寂しい気はしますよね。そしてこの木村さん夫婦なんですけど、お家のお風呂にあまり入ったことがないそうなんで、入り方がわからないとおっしゃってます。そして今後夫妻でですね、ほとんど行ったことない旅行に行きたいとお話しされています。ここまで特集でした。